こんにちは中村商店の中村でございます。本日もよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。久々ですね、零細店舗向け連載企画ということでやっております、ランチェスター経営戦略をベースにした理髪店、零細の理髪店舗向けの経営戦略を考えていきたいと思います。はい。はい、おなじみ、フレデリック・ウィリアム・ランチェスターさん。まあ、この方のね、有名なランチェスターの法則っていうのを使って、 経営の戦略として落とし込んだのがこちらランチェスター経営戦略、5大戦略ということでですね、1、まあ、点集中、局地戦、接近戦、行き打ち、陽動作戦というのが、零細個人店舗では非常に有効ですと、で逆にですね大手のチェーン店さんなんかは、まあ、その真逆をやってるという感じですね、商売の王道でいうとおそらく右なんですけど、もうその右をやっていいのは、もう大手さんだけですよということです。 むしろその大手さんの追従したって個人店は絶対勝ち目がありませんので、まあ、そういったところをもってしてもですね今日話す広告についてなんですけど、まあ、これも左側、零細個人店舗向けの戦略を立てていかなきゃいけないということですもうとにかくね僕やりたいことはですね零細理髪店のとにかく集客をしたいっていうことをね一生懸命しゃべっていきますのでぜひお付き合いください集客大事ですよね なんかねまずここがないと始まらないんですよねきっと集客できるスキルがあれば割と他にはどんな戦略も立てれるようになって自分の思い描く人を来客させる能力さえあればですねそこから先の組み立てっていうのは自分の好みにどんどんカスタムできますのでまずは集客のスキルをつけていきましょうもうとにかくそのスキルさえあれば今後まあ自分のお店の方針が変わった時にも 目当たりのお客様っていうのに情報をリーチさせてコンバージョンコンバージョンっていうのはまああのん来店リハステの場合は来店を意味するんですけど、まあ、お知らせをして目的のお客様に情報を届けてそのお客様が結果として自分のお店に来店されるっていうこの流れをね一連の流れをしっかり作っていきましょうということですで皆様どうでしょう何か積極的な広告をしていますでしょうか うんなんかね表に看板を出してるとかね SNS のアカウントがありますとかそういうのじゃなくもっと戦略的にこう広告っていうのをやってますかこれはまあもちろん有料なもの無料なもの問はずですお金払ってるからって広告と呼べないような内容もありますがいかがでしょうまあだいたいこの 話を聞いてですね、もうあの堂々とやってる、そして何か取り組んでることによって結果がこうなってるって言えちゃう人はですね、じっくりこの動画見てないのかもしれないですよね。大半の人はですね、ろくな広報活動をおそらくやってない、できてないはずなんですよね。もちろん、まあ分かっちゃいますけど、ダメですよね、それじゃ えー、きっとあなた人柄いいはずだと思います散髪屋の皆さんね人柄がめちゃくちゃ悪い人って商売そもそも成り立たないんできっと人柄いいはずですでね技術も絶対そこそこありますよねあの自信があるとかないとか関係なくあの本当どうしようもないっていうレベルで技術がないっていう人を見たことがあんまり僕はありませんでねお店もねみんなそれぞれ個性があってすげえかっこいいです え、持つものは持っちゃってるんですよねでもね知る人ぞ知る地域のみたいなことをね積極的にむしろ戦略的にやっているわけじゃない限りまあ埋もれてるだけの散髪屋が世の中には本当に多いなというふうに感じてますこれはですね中村商店をやり始めて気づきましたこれってねすごいもったいないことだと僕は思いますもっと PR していきましょうで PR に関してなんですけどまずまず絶対必要なのがあなたのお店のターゲットは誰かっていうことを決めるところからですお客様を特定しましょう,うんできたら自分の顧客の中にもうこの人ぞターゲットっていう人がいればもうその人の属性をバッチリ書き出してですねもう一回この人を集客するなら何をしたらいいかっていうのを考えればいいだけです いいなければ想像してくださいこんな方に来てほしいっていうのはね名前を付けちゃった方が本当はいいですペルソナっていうんですけどでその方がいる場所、まあ、実際の場所ではなくてふ普段どうやって情報収集してるかとかっていうのをね想像したり直接お客様に聞いたりして聞き出しましょうで居場所が分かったらですねその方に対して自分のお店の PR をしましょう自分はここにいるよっていうのをねあのしっかりその方に向けて メディアを考えて特定のお客様特定のターゲットにだけ広告をしていくそれが広告ですまあとにもかくにもですねまずはあなたのターゲットは誰かということを知るのがまずは先決ですこれが分からなければ広告もクソもないのであなた自身はですねまず自分の顧客とは何なのか誰なのかっていうのをねはっきり認識して自分で認知しましょうそれがまず広告のうん 第一歩になると思ってていいいただいて結構です、はい、それでですすはそれね僕一つ提案ありますあの今ここまでって結構誰にでも通じるような抽象的な言い方言い回しばかりしてるんですけど是非事例を解説したいので是非コメント欄でですねあの自分のお店ならどうするといいんだっていうのを知りたいっていう方は是非コメント欄にあのコメントを残してください。いくつか質問させて いいただいてで僕がそのいただいた情報の中から僕ならこうやって、えー、PR 活動をしていきますっていうことを具体的にしゃべりたいと思いますぜひあのコメント欄残してくださいできるだけまああんまりむちゃくちゃ多いとできないですけど1例じゃなくて2例3例いろんなバリエーションの 方法を僕も解説していきたいのでぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。じゃあまた次回お楽しみにしていただきチャンネル登録お忘れなくよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さようなら。